中国で日本人アーティストのある楽曲が大流行しています。踊ってみた動画の累計再生回数は数億回。なぜ今彼らは中国で時の人となっているのか、本人たちに聞きました。子供から大人まで、中国の動画サイトで極楽浄土という楽曲に合わせて市民が踊る動画がこの1ヶ月間で累計6億回再生されています。この曲、何を隠そう、日本人アーティストの作品なのです。2010年から活動を続ける音楽ユニットガルニデリアです。どうも、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ガルニデリアです。ありがとうございます。なぜ今中国で爆発的な人気が出ているのか、金とか本人たちに聞きました。ゴージャスな感じがあって、そこあまりに大きな数字すぎて、その現実味が自分の中でもないので、なんか結構夢みたいな感じになっちゃってるんで、誰も予想できてない展開だったと思います。デビューからしばらくは高い知名度はなかった彼らでしたが、2016年頃から中国での活動に力を入れ始め、地道なライブ活動を続けて少しずつ人気を集めていきます。しかし、中国の皆さんに会いに行くライブも全部4年間ストップだったので、何もできない状況ではあったんですね。このまま続けられるかどうかみたいなところまで結構疲弊してたこともあったので、中国ではコロナの影響で撤退する日本企業が相次ぎ、去年には中国で活動する企業の数は過去10年間で最低にまで落ち込みました。日本人の音楽活動も大幅に制限されたといいます。そんな逆風の中、転機が訪れたのは5月のことでした。ボーカルのメイリアさんが中国のオーディション番組に出演し、代表曲「極楽浄土」を披露すると、踊ってみた動画が次々とネット上に投稿されたのです。この短期間で中国では誰もが知る存在となりました。主要是我觉得现在大家喜欢二次元这块的人比较多嘛，小朋友，而且他也是算鼻祖吧，应该，所以就是大家还都挺了解的。你认识？美依里啊。你怎么认识的呢？他们都会跳、哦。都会的，那这些都是最基本的。中国ではゼロコロナ政策が終了した3月以降、コンサート市場も急速に回復。5月の連休には去年の10倍以上の人がライブ会場に足を運びました。まさに今、追い風が吹いています。今までずっと変わらずにブレずに自分たちがやり続けてきたことが、この番組がきっかけだったりとかして、たくさんの人に受け入れていただいていると思っているので、自分たちの諦めなかった過去を認めてあげて、そんな自分たちに誇りを持って、自分たちが信じる音楽をこれからも歌い続けていきたいなという限りです。